リバースカールは、ウエイトトレーニングの種目の一つ。上腕筋と、腕と骨筋が主に鍛えられる。スタンディングダンベルリバースカールスタンディングダンベル、リバースカールバーベルを肩幅より、広めのオーバーグリップで持って直立する。息を吐きながら、肘を動かさないようにバーベルを上げる。上腕筋と、腕と骨筋が十分に収縮するのを感じ取ったら、息を吸いながら、 元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。e ージーバーを肩幅より広めのオーバーグリップで持って直立する。息を吐きながら肘を動かさないように e ージーバーを上げる。上腕筋と腕と骨筋が十分に収縮するのを感じ取ったら息を吸いながら元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。ダンベルをオーバーグリップで持って直立する。脇はやや開き気味にする。 息を吐きながら肘を動かさないようにダンベルを上げる。上腕筋と腕と骨筋が十分に収縮するのを感じ取ったら息を吸いながら元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。ロープーリーにカールバーまたはストレートバーをセットする。ハンドルをオーバーグリップで持って直立する。息を吐きながら肘を動かさないようにハンドルを上げる。上腕筋と 腕と骨筋が十分に収縮するのを感じ取ったら、息を吸いながら、元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。バーベルを肩幅より、広めのオーバーグリップで持って、プリーチャーベンチのパッドに腕を乗せ、シートに座る。息を吐きながら、バーベルを上げる。前腕が床に対して垂直になる手前まで上げたら、息を吸いながら、元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。 イージーバーを肩幅より広めのオーバーグリップで持ってプリーチャーベンチのパッドに腕を乗せシートに座る。息を吐きながらイージーバーを上げる。前腕が床に対して垂直になる手前まで上げたら息を吸いながら元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。ダンベルをオーバーグリップで持ってプリーチャーベンチのパッドに腕を乗せシートに座る。息を吐きながらダンベルを上げる。 前腕が床に対して垂直になる手前まで上げたら、息を吸いながら、元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。ハンドルを肩幅より、広めのオーバーグリップで持って、プリーチャーベンチのパッドに腕を乗せ、シートに座る。息を吐きながら、ハンドルを上げる。上腕筋と腕と骨筋が十分に収縮するのを感じ取ったら、息を吸いながら、元の姿勢に戻る。 二から三を繰り返す。ありがとうございます。